紳士の一体感が生まれ始めていた矢先の平成20年6月14日午前8時43分、一関市西部の厳美町松留を震源とする岩手・宮城内陸地震が発生しました。この時、被害の状況はすぐには市災害対策本部に伝わってはきませんでした。その後、被害の中心が厳美地区であることが判明。厳美地区では大きな土砂崩落が多くの場所で発生し、滑り落ちた土砂が国道を塞ぎました。さらには震源地に最も近かった松留大橋が落橋。巨大な建造物が見るも無残に崩れ落ちる様は、自然の脅威をまざまざと見せつけました。そして厳美町一之野原で発生したいわゆる土砂ダムは、関係者を大いに悩ませました。岩井川右岸の斜面が崩落し、大量の土砂が川になだれ込み、水をせき止めたのです。折しも時期は梅雨時に差し掛かり、土砂ダムの決壊の恐れが高まりました。しかし、国の直轄工事が行われ、市内の建設業者が力を合わせて復旧工事に当たったことによって、土砂ダムの決壊は免れ、そこから復興への道を着実に歩み始めました。平成22年5月、地震によって通行止めとなっていた国道342号新湯須川間が、復旧工事を終えて再開通しました。再開通を待ち望んだ多くの観光客が車で列を作り、須川ににぎわいが戻ってきました。しかし、岩手・宮城内陸地震から3年後の平成23年3月11日午後2時46分、東日本大震災が発生しました。かつて経験したことのないような激しい揺れが市内を襲い、各地で断水や停電が発生し、市民生活は大混乱に陥りました。市民生活に最も影響を及ぼした被害は、福島県にある東京電力第一原子力発電所の事故による放射能汚染です。市内の広大な範囲が放射能に汚染され、ほとんどの農作物の出荷が制限され、現在も一部の品目で出荷制限が続けられています。しかし、地道な除染活動と時間の経過によって、放射線量は次第に低減してきました。平成27年秋には産地再生を目指し、露地椎茸の植菌作業が行われ、沖田中学校の生徒たちも作業に参加しました。津波によって甚大な被害が発生した沿岸部、震災直後から市民の間では陸前高田市や気仙沼市へのボランティア活動が行われ、現在でも継続的に支援の手が差し伸べられています。一方、一関市はご近所さんを助ける気持ちを示した近所のスローガンのもと、隣接する陸前高田市と気仙沼市に市職員を派遣し、復興への歩みに寄り添い続けています。復興への歩みを力強く進める今、一関市では ILC 国際リニアコライダーの誘致実現に向けて、官民一体となった取り組みが行われています。 ILC は全世界でたった1箇所だけに建設される大規模な素粒子実験施設で、強固な地質を必要とします。そんな中、広い県土を持つ岩手県を貫く北上高地が国内での建設候補地に選ばれました。その北上高地の南端がちょうど一関市の大東地域にあたります。勝部市長は市内各地で ILC に関する講演を実施し、講演の数はすでに200回以上。
市民の中でも ILC に誘致の機運はこれまで以上に高まりつつあります。一関市は ILC を今後の市政発展の基軸と捉え、誘致実現に向けた動きをますます加速させていきます。平成17年の7市町村合併、そして平成23年の藤沢町との合併を経た一ノ関市。合併当初、盛んに言われていたのは、新市の一体感の醸成です。県内でも最も多くの自治体が参加した合併であったことから、なかなか一体感は生まれないのではないか、そんな声もありました。市民の皆さんが自分の住んでいる地域以外の地域にも興味を持って積極的にイベントなどに参加している姿がたくさん見られるようになってきました。地域という枠組みはあるものの、それぞれの地域がそれぞれのやり方で地域の価値を高め、良さを発信しています。その力は一ノ関市全体の活力につながっているのです。これからは行政主導ではなく、地域が主体となっていく時代。これからの10年、そして50年と伸びゆくふるさとを実現するのが、市民一人一人の力なのです。